人間椅子江戸川乱歩。よし子は毎朝夫の登頂を見送ってしまうと、それはいつも10時を過ぎるのだが、やっと自分の体になって洋館の方の夫と共用の書斎へ閉じこもるのが例になっていた。そこで彼女は今、経雑誌のこの夏の増大号に載せるための長い創作に取り掛かっているのだった。美しい慶州作家としての彼女はこの頃では外務省書記官である夫君の影を薄く思わせるほども有名になっていた。彼女のところへは毎日のように未知の崇拝者たちからの手紙がいくつとなくやってきた。今朝とても彼女は書斎の机の前に座ると、仕事に取りかかる前にまずそれらの未知の人々からの手紙に目を通さねばならなかった。それはいずれも決まりきったようにつまらぬ文句のものばかりであったが、彼女は女の優しい心遣いから、どのような手紙であろうとも自分に当てられたものはともかくも一通りは読んでみることにしていた。簡単なものから先にして二通の封書と一応のはがき等を見てしまうと、後にはかさ高い原稿らしい一通が残った。別段通知の手紙はもらっていないけれど、そうして突然原稿を送ってくる例はこれまでにしてもよくあることだった。それは多くの場合長々しく退屈極まる代物であったけれど、彼女はともかくも表題だけでも見ておこうと封を切って中の紙束を取り出してみた。それは思った通り原稿用紙を閉じたものであったが、どうしたことか表題も署名もなく、突然奥様という呼びかけの言葉で始まっているのだった。はてな、ではやっぱり手紙なのかしら。そう思って何気なく2行3行と目を走らせていくうちに、彼女はそこからなんとなく異常な妙に気味悪いものを予感した。そして持ち前の好奇心が彼女をしてぐんぐん先を読ませていくのであった。奥様、奥様の方では少しもご存知のない男から突然このようなぶしつけなお手紙を差し上げます罪を幾重にもお許しくださいませ。こんなことを申し上げますと奥様はさぞかしびっくりなさることでございましょうが、私は今あなたの前に私の犯してきました世にも不思議な罪悪を告白しようとしているのでございます。私は数ヶ月の間全く人間界から姿を隠して本当に悪魔のような生活を続けてまいりました。もちろん広い世界に誰一人私の所業を知る者はありません。もし何事もなければ私はこのまま永久に人間界に立ち返ることはなかったかもしれないのでございます。ところが近頃になりまして、私の心にある不思議な変化が起こりました。そしてどうしてもこの私の因果な身の上を懺悔しないではいられなくなりました。ただかように申しましたばかりではいろいろご不審におぼしめす点もございましょうが、どうかともかくもこの手紙を終わりまでお読みくださいませ。そうすればなぜ私がそんな気持ちになったのか、またなぜこの告白をことさら奥様に聞いていただかなければならないのか、それらのことがことごとく明白になるでございましょう。さて何から書き始めたらいいのか、あまりに人間離れのした機械千番な事実なので、こうした人間世界で使われる手紙というような方法では妙に面はゆくて筆の鈍るのを覚えます。でも迷っていても仕方がございません。ともかくも事の起こりから順を追って書いていくことにいたしましょう。私は生まれつき世にも醜い容貌の持ち主でございます。これをどうかはっきりと大声なすっていてくださいませ。そうでないと、もしあなたがこのぶしつけな願いを入れて私にお会いくださいました場合、ただでさえ醜い私の顔が
長い月日の不健康な生活のために二目と見られぬひどい姿になっているのを、何の予備知識もなしにあなたに見られるのは、私としては耐え難いことでございます。私という男はなんと因果な生まれつきなのでありましょう。そんな醜い要望を持ちながら、胸の中では人知れず世にも激しい情熱を燃やしていたのでございます。私はお化けのような顔をした、その上ごく貧乏な一職人に過ぎない私の現実を忘れて、二度ほど知らぬ甘美な贅沢な種々さまざまの夢に憧れていたのでございます。私がもしもっと豊かな家に生まれていましたなら、金銭の力によっていろいろの遊戯にふけり、終望のやるせなさを紛らすことができたでもありましょう。それともまた、私にもっと芸術的な天分が与えられていましたなら、例えば美しい鹿によってこの世の味気なさを忘れることができたでもありましょう。しかし不幸な私はいずれの恵みにも属することができず、哀れな一家具職人の子として親譲りの仕事によってその日その日の暮らしを立てていくほかはないのでございました。私の専門は様々の椅子を作ることでありました。私の作った椅子はどんな難しい注文主にもきっと気に入るというので、紹介でも私には特別に目をかけて、仕事も上物ばかりを回してくれておりました。そんな上物になりますと、もたれや肘掛けの彫り物にいろいろ難しい注文があったり、クッションの具合、各部の寸法などに微妙な好みがあったりして、それを作るものにはちょっと素人の想像できないような苦心がいるのでございますが、でも苦心をすればしただけ出来上がった時の愉快というものはありません。生意気を申すようですけれど、その心持ちは芸術家が立派な作品を完成した時の喜びにも比ぶべきものではないかと存じます。一つの椅子が出来上がると、私はまず自分でそれに腰掛けて座り具合を試してみます。そして味気ない職人生活のうちにも、その時ばかりは何とも言えぬ得意を感じるのでございます。そこへはどのような高貴の方が、あるいはどのような美しい方がおかけなさることか、こんな立派な椅子を注文なさるほどのお屋敷だから、そこにはきっとこの椅子にふさわしい贅沢な部屋があるだろう。壁には定めし有名な画家の油絵がかかり、天井からは偉大な宝石のようなシャンデリアが下がっているに相違ない。床には高価な絨毯が敷き詰めてあるだろう。そしてこの椅子の前のテーブルには、目の覚めるような西洋草花が甘美な香りを放って咲き乱れていることであろう。そんな妄想に浸っていますと、なんだかこう自分がその立派な部屋の主にでもなったような気がして、ほんの一週間ではありますけれども、なんとも形容のできない愉快な気持ちになるのでございます。私の儚い妄想はなお止めどもなく増長してまいります。この私が貧乏な醜い一職人に過ぎない私が、妄想の世界では気高い貴公子になって、私の作った立派な椅子に腰掛けているのでございます。そしてその傍らには、いつも私の夢に出てくる美しい私の恋人がにおやかに微笑みながら私の話に聞き入っております。そればかりではありません。私は妄想の中でその人と手を取り合って、甘い恋のむつごとをささやき交わしさえするのでございます。ところが、いつの場合にも私のこのふうわりとした紫の夢は、たちまちにして近所のおかみさんのかしましい話し声やヒステリーのように泣き叫ぶそのあたりの病児の声に妨げられて、私の前にはまたしても醜い現実が、あの灰色のムクロをさらけ出すのでございます。現実に立ち返った私は、そこに夢の貴公子とは似ても似つかない哀れにも醜い自分自身の姿を見出します。そして今の先、私に微笑みかけてくれたあの美しい人は、そんなものが全体どこにいるのでしょう。そのあたりに埃まみれになって遊んでいる汚らしい子守女でさえ、
私などには見向いてもくれはしないのでございます。ただ一つ、私の作った椅子だけが今の夢の名残のようにそこにポツネンと残っております。でもその椅子はやがていずことも知れぬ私たちのとは全く別な世界へ運び去られてしまうのではありませんか。私はそうして一つ一つ椅子を仕上げる旅ごとに言い知れぬ味気なさに襲われるのでございます。その何とも形容のできない嫌な心持ちは月日が経つに従ってだんだん私には耐えきれないものになってまいりました。こんなウジ虫のような生活を続けていくくらいならいっそのこと死んでしまった方がマシだ。私は真面目にそんなことを思います。仕事場でコツコツと飲みを使いながら釘を打ちながら、あるいは刺激の強い塗料をこね回しながら、その同じことを執拗に考え続けるのでございます。だが待てよ、死んでしまうくらいならそれほどの決心ができるならもっと他に方法がないものであろうか。例えば。そうして私の考えはだんだん恐ろしい方へ向いていくのでありました。ちょうどその頃、私はかつて手がけたことのない大きな革張りの肘掛け椅子の製作を頼まれておりました。この椅子は同じ Y 市で外人の経営しているあるホテルへ納める品で、一体ならその本国から取り寄せるはずの私の雇われていた紹介が運動して、日本にも舶来品に劣らぬ椅子職人がいるからというのでやっと注文を取ったものでした。それだけに私としても寝食を忘れてその制作に従事しました。本当に魂を込めて夢中になってやったものでございます。さて、出来上がった椅子を見ますと私はかつて覚えない満足を感じました。それは我ながら見とれるほどの見事な出来栄えであったのです。私は例によって四脚一組になっているその椅子の一つを日当たりの良い板の前持ち出してゆったりと腰を下ろしました。なんという座り心地の良さでしょう。ふっくらと怖すぎず柔らかすぎぬクッションの粘り具合、わざと染色を嫌って灰色の生地のまま貼り付けたなめし革の肌触り、適度の傾斜を保ってそっと背中を支えてくれる豊満なもたれ、デリケートな曲線を描いておんもりと膨れ上がった両側の肘掛け、それらのすべてが不思議な調和を保って渾然として安楽という言葉をそのまま形に表しているように見えます。私はそこへ深々と身を沈め、両手で丸々とした肘掛けを愛撫しながらうっとりとしていました。すると私の癖として止めどもない妄想が五色の虹のようにまばゆいばかりの色彩を持って次から次へと湧き上がってくるのです。あれを幻というのでしょうか。心に思うままがあんまりはっきりと目の前に浮かんできますので、私はもしや気でも違うのではないかとそら恐ろしくなったほどでございます。そうしていますうちに私の頭の中にふと素晴らしい考えが浮かんでまいりました。悪魔のささやきというのは多分ああしたことを指すのではありますまいか。それは夢のように荒唐無稽で非常に不気味な事柄でした。でもその不気味さが言い知れぬ魅力となって私をそそのかすのでございます。最初はただただ私の丹精を込めた美しい椅子を手放したくない、できることならその椅子と一緒にどこまでもついていきたい、そんな単純な願いでした。それがうつらうつらと妄想の翼を広げておりますうちに、いつの間にやらその日頃私の頭に発光しておりましたある恐ろしい考えと結びついてしまったのでございます。そして私はまあなんという気違いでございましょう、その機会極まる妄想を実際に行ってみようと思い立ったのでありました。私は大急ぎで四つのうちで一番よくできたと思う肘掛け椅子をバラバラに壊してしまいました。そして改めてそれを
私の妙な計画を実行するに都合の良いように作り直しました。それはごく大型のアームチェアですから、かける部分は床にすれすれまで革で張り詰めてありますし、その他もたれも肘掛けも非常に分厚くできていて、その内部には人間一人が隠れていても決して外からわからないほどの共通した大きなうつろがあるのです。無論そこには頑丈な木の枠とたくさんなスプリングが取り付けてありますけれど、私はそれらに適当な細工を施して人間が掛ける部分に膝を入れ、もたれの中へ首と胴を入れ、ちょうど椅子の形に座ればその中に忍んでいられるほどの余裕を作ったのでございます。そうした細工はお手のものですから、十分手際よく便利に仕上げました。例えば息をしたり外部の物音を聞くために革の一部に外からは少しもわからぬような隙間をこしらえたり、もたれの内部のちょうど頭の脇のところへ小さな棚をつけて何かを貯蔵できるようにしたり、ここへ水筒と軍隊用の肩パントを詰め込みました。ある用途のために大きなゴムの袋を備え付けたり、その他さまざまな公安を巡らして、食料さえあればその中に 2,3 日入り続けていても決して不便を感じないようにしつらえました。いわばその椅子が人間一人の部屋になったわけでございます。私はシャツ1枚になると、そこに仕掛けた出入り口の蓋を開けて椅子の中へすっぽりと潜り込みました。それは実にへんてこな気持ちでございました。真っ暗な息苦しい、まるで墓場の中へ入ったような不思議な感じがいたします。考えてみれば墓場に相違ありません。私は椅子の中へ入ると同時に、ちょうど隠れ蓑でも来たようにこの人間世界から消滅してしまうわけですから。まもなく紹介から使いの者が四脚の肘掛け椅子を受け取るために大きな荷車を持ってやってまいりました。私の内弟子が、私はその男とたった二人暮らしだったのです。何も知らないで使いの者と応対しております。車に積み込むとき、一人の妊婦がこいつはバカに重いぞと怒鳴りましたので、椅子の中の私は思わずハッとしましたが、一体肘掛け椅子そのものが非常に重いのですから、別段怪しまれることもなく、やがてガタガタという荷車の振動が私の体にまで一種異様の感触を伝えてまいりました。非常に心配しましたけれど、結局何事もなく、その日の午後にはもう私の入った肘掛け椅子はホテルの一室にどっかりと据えられておりました。後で分かったのですが、それは私室ではなくて、人を待ち合わせたり新聞を読んだりタバコをふかしたり、いろいろな人が頻繁に出入りするロウンジとでもいうような部屋でございました。もうとっくにお気づきでございましょうが、私のこの奇妙な行いの第一の目的は、人のいない時を見すまして椅子の中から抜け出し、ホテルの中をうろつき回って盗みを働くことでありました。椅子の中に人間が隠れていようなどと、そんなバカバカしいことを誰が想像いたしましょう。私は影のように自由自在に部屋から部屋を荒らし回ることができます。そして人々が騒ぎ始める自分には、椅子の中の隠れ家へ逃げ帰って息を潜めて彼らの間抜けな捜索を見物していればよいのです。あなたは海岸の波打ち際などにヤドカリという一種のカニのいるのをご存知でございましょう。大きな雲のような格好をしていて、人がいないとその辺を我が物顔にのさばり歩いていますが、ちょっとでも人の足音がしますと恐ろしい速さで貝殻の中へ逃げ込みます。そして気味の悪い毛むくじゃらの前足を少しばかり貝殻から覗かせて敵の動静をうかがっております。私はちょうどあの宿狩りでございました。貝殻の代わりに椅子という隠れ家を持ち、海岸ではなくてホテルの中を我が物顔にのさばり歩くのでございます。さて、この私のとっぴな計画は、それがとっぴであっただけ人々の意表外に出て見事に成功いたしました。ホテルに着いて3日目にはもうたんまりと一仕事済ませていたほどでございます。いざ盗みをするという時の
恐ろしくも楽しい心持ち、うまく成功した時の何とも形容しがたい嬉しさ、それから人々が私のすぐ鼻の先であっちへ逃げたこっちへ逃げたと大騒ぎをやっているのをじっと見ているおかしさ、それがまあどのような不思議な魅力を持って私を楽しませたことでございましょう。でも私は今残念ながらそれを詳しくお話ししている暇はありません。私はそこでそんな盗みなどよりは10倍も20倍も私を喜ばせたところの奇界極まる快楽を発見したのでございます。そしてそれについて告白することが実はこの手紙の本当の目的なのでございます。お話を前に戻して、私の椅子がホテルのローンジに置かれた時のことから始めなければなりません。椅子がつくとひとしきりホテルの主人たちがその座り具合を見回っていきましたが、あとはひっそりとして物音一ついたしません。多分部屋には誰もいないのでしょう。でも到着早々椅子から出ることなどとても恐ろしくてできるものではありません。私は非常に長い間ただそんなに感じたのかもしれませんが、少しの物音も聞き漏らすまいと全神経を耳に集めてじっとあたりの様子を伺っておりました。そうしてしばらくしますと、多分廊下の方からでしょう、コツコツと重苦しい足音が響いてきました。それが 2,3 軒向こうまで近づくと、部屋に敷かれた絨毯のためにほとんど聞き取れぬほどの低い音に変わりましたが、間もなく荒々しい男の鼻息が聞こえ、はっと思う間に西洋人らしい大きな体が私の膝の上にどさりと落ちて、ふかふかと 2,3 度弾みました。私の太ももとその男のがっしりした偉大な臀部とは、薄いなめし皮一枚を隔てて温かみを感じるほども密接しています。幅の広い彼の肩はちょうど私の胸のところへもたれかかり、重い両手は皮を隔てて私の手と重なり合っています。そして男がシガーを食い出しているのでしょう。男性的な豊かな香りが皮の隙間を通して漂ってまいります。奥様、仮にあなたが私の位置にあるものとしてその場の様子を想像してご覧なさいませ。それはまあなんという不思議千万な情景でございましょう。私はもうあまりの恐ろしさに椅子の中の暗闇で固く固く身を縮めて、脇の下からは冷たい汗をたらたら流しながら、思考力も何も失ってしまって、ただもうぼんやりしていたことでございます。その男を手始めに、その日一日、私の膝の上にはいろいろな人が入り代わり立ち代わり腰を下ろしました。そして誰も私がそこにいることを、彼らが柔らかいクッションだと信じきっているものが実は私という人間の血の通った太ももであるということを、少しも悟らなかったのでございます。真っ暗で身動きもできない川張りの中の天地、それがまあどれほど怪しくも魅力ある世界でございましょう。そこでは人間というものが日頃目で見ているあの人間とは全然別な不思議な生き物として感じられます。彼らは声と鼻息と足音と絹ずれの音と、そしていくつかの丸々とした弾力に富む肉塊に過ぎないのでございます。私は彼らの一人一人をその容貌の代わりに肌触りによって識別することができます。あるものはデブデブと声太って腐った魚のような感触を与えます。それとは反対にあるものはコチコチに痩せ干からびて骸骨のような感じがいたします。その他背骨の曲がり方、肩甲骨の開き具合、腕の長さ、太ももの太さ、あるいは尾底骨の長短など、それらのすべての点を総合してみますと、どんな似通った背格好の人でもどこか違ったところがあります。人間というものは容貌や指紋のほかに、こうした体全体の感触によっても完全に識別することができるに相違ありません。異性についても同じことが申されます。普通の場合は主として容貌の美醜によってそれを批判するのでありましょうが、この椅子の中の世界ではそんなものはまるで問題外なのでございます。そこには丸裸の肉体と
小姉と匂いとがあるばかりでございます。奥様、あまりにあからさまな私の記述にどうか気を悪くしないでくださいまし。私はそこで一人の女性の肉体に、それは私の椅子に腰掛けた最初の女性でありました、激しい愛着を覚えたのでございます。声によって想像すれば、それはまだ裏若い異国の乙女でございました。ちょうどその時部屋の中には誰もいなかったのですが、彼女は何か嬉しいことでもあった様子で、小声で不思議な歌を歌いながら踊るような足取りでそこへ入ってまいりました。そして私の潜んでいる肘掛け椅子の前まで来たかと思うと、いきなり豊満な、それでいて非常にしなやかな肉体を私の上へ投げつけました。しかも彼女は何がおかしいのか突然アハアハ笑い出し、手足をバタバタさせて網の中の魚のようにピチピチと跳ね回るのでございます。それからほとんど半時間ばかりも、彼女は私の膝の上で時々歌を歌いながら、その歌に調子を合わせでもするようにくねくねと重い体を動かしておりました。これは実に私にとってはまるで予期しなかった驚天動地の大事件でございました。女は神聖なもの、いやむしろ怖いものとして顔を見ることさえ遠慮していた私でございます。その私が今、見も知らぬ異国の乙女と同じ部屋に、同じ椅子に、それどころではありません、薄いなめし皮一枚を隔てて肌のぬくみを感じるほども密接しているのでございます。それにもかかわらず、彼女は何の不安もなく全身の重みを私の上に委ねて、見る人のない気安さに勝手気ままな死体をいたしております。私は椅子の中で彼女を抱きしめる真似をすることもできます。皮の後ろからその豊かな首筋に接吻することもできます。その他どんなことをしようと自由自在なのでございます。この驚くべき発見をしてからというものは、私は最初の目的であった盗みなどは第二として、ただもうその不思議な感触の世界に枠出来してしまったのでございます。私は考えました。これこそ、この椅子の中の世界こそ私に与えられた本当の住処ではないかと。私のような醜い、そして気の弱い男は、明るい光明の世界ではいつも引け目を感じながら恥ずかしい惨めな生活を続けていくほかに能のない体でございます。それがひとたび住む世界を変えて、こうして椅子の中で窮屈な辛抱をしていさえすれば、明るい世界では口を聞くことはもちろん、そばへ寄ることさえ許されなかった美しい人に接近して、その声を聞き肌に触れることもできるのでございます。椅子の中の恋、それがまあどんなに不可思議な陶酔的な魅力を持つか、実際に椅子の中へ入ってみた人でなくては分かるものではありません。それはただ触覚と聴覚と、そしてわずかの嗅覚のみの恋でございます。暗闇の世界の恋でございます。決してこの世のものではありません。これこそ悪魔の国の愛欲なのではございますまいか。考えてみれば、この世界の人目につかぬ隅々ではどのように異形な恐ろしい事柄が行われているか、本当に想像のほかでございます。無論初めの予定では、盗みの目的を果たしさえすればすぐにもホテルを逃げ出すつもりでいたのですが、世にも奇妙な喜びに夢中になった私は逃げ出すどころか、いつまでもいつまでも椅子の中を永住の住処にして、その生活を続けていたのでございます。夜な夜なの外出には注意に注意を加えて、少しも物音を立てず、また人目に触れないようにしていましたので、当然危険はありませんでしたが、それにしても数ヶ月という長い月日をそうして少しも見つからず椅子の中に暮らしていたというのは、我ながら実に驚くべきことでございました。ほとんど二六時中椅子の中の窮屈な場所で腕を曲げ膝を折っているために、体中がしびれたようになって完全に直立することができず、しまいには料理場や化粧室への往復を張っていったほどでございます。
私という男はなんという気違いなのでありましょう。それほどの苦しみを忍んでも不思議な感触の世界を見捨てる気になれなかったのでございます。中には1ヶ月も2ヶ月もそこを住まいのようにして泊まり続けている人もありましたけれど、元来ホテルのことですから絶えず客の出入りがあります。したがって私の奇妙な恋も時とともに相手が変わっていくのをどうすることもできませんでした。そしてその数々の不思議な恋人の記憶は普通の場合のようにその要望によってではなく主として体の格好によって私の心に刻みつけられているのでございます。あるものは子馬のように精悍ですらりと引き締まった肉体を持ち、あるものは蛇のように妖艶でくねくねと自在に動く肉体を持ち、あるものはゴムまりのように肥え太って脂肪と弾力に富む肉体を持ち、またあるものはギリシャの彫刻のようにがっしりと力強く円満に発達した肉体を持っておりました。その他どの女の肉体にも一人一人それぞれの特徴があり魅力があったのでございます。そうして女から女へと移っていく間に私はまたそれとは別な不思議な経験をも味わいました。その一つはある時欧州のある強国の大使が日本人のボーイの噂話によって知ったのですが、その偉大な体躯を私の膝の上に乗せたことでございます。それは政治家としてよりも世界的な詩人として一層よく知られていた人ですが、それだけに私はその偉人の肌を知ったことがワクワクするほども誇らしく思われたのでございます。彼は私の上で 2,3 人の同国人を相手に10分ばかり話をするとそのまま立ち去ってしまいました。無論何を言っていたのか私にはさっぱりわかりませんけれど、ジェスチャーをするためにムクムクと動く常人よりも温かいと思われる肉体のくすぐるような感触が私に一種明示をすべからざる刺激を与えたのでございます。その時私はふとこんなことを想像しました。もしこの川の後ろから鋭いナイフで彼の心臓をめがけてぐさりと一突きしたならどんな結果を引き起こすであろう。無論それは彼に再び立つことのできぬ致命傷を与えるに相違ない。彼の本国はもとより日本の政治界はそのためにどんな大騒ぎを演じることであろう。新聞はどんな劇場的な記事を掲げることであろう。それは日本と彼の本国との外交関係にも大きな影響を与えようし、また芸術の立場から見ても彼の死は世界の一大損失に相違ない。そんな大事件が自分の一挙手によってやすやすと実現できるのだ。それを思うと私は不思議な得意を感じないではいられませんでした。もう一つは有名なある国のダンサーが来庁した時、偶然彼女がそのホテルに宿泊してたった一度ではありましたが私の椅子に腰掛けたことでございます。その時も私は大使の場合と似た感銘を受けましたが、その上彼女は私にかつて経験したことのない理想的な肉体美の感触を与えてくれました。私はそのあまりの美しさに卑しい考えなどは起こす暇もなく、ただもう芸術品に対する時のような敬虔な気持ちで彼女を賛美したことでございます。その他私はまだいろいろと珍しい不思議なあるいは気味悪い数々の経験をいたしましたが、それらをここに採除することはこの手紙の目的ではありませんし、それにだいぶ長くなりましたから急いで肝心の点にお話を進めることにいたしましょう。さて私がホテルへ参りましてから何ヶ月かの後、私の身の上に一つの変化が起こったのでございます。と言いますのは、ホテルの経営者が何かの都合で帰国することになり、後を居抜きのままある日本人の会社に譲り渡したのであります。すると日本人の会社は従来の贅沢な営業方針を改め、もっと一般向きの旅館として有利な経営を目論むことになりました。そのために不要になった調度などはある大きな家具商に委託して競売せしめたのでありますが、その競売目録のうちに私の椅子も加わっていたのでございます。私はそれを知ると一時はがっかりいたしました。
そしてそれを機としてもう一度シャバへ立ち返り、新しい生活を始めようかと思ったほどでございます。その自分には盗み貯めた金が相当の額に上がっていましたから、たとえ世の中へ出ても以前のように惨めな暮らしをすることはないのでした。がまた思い返してみますと、外人のホテルを出たということは一方においては大きな失望ではありましたけれど、他方においては一つの新しい希望を意味するものでございました。と言いますのは、私は数ヶ月の間もそれほどいろいろな異性を愛したにもかかわらず、相手がすべて異国人であったために、それがどんな立派な好ましい肉体の持ち主であっても精神的な物足りなさを感じないわけにはいきませんでした。やっぱり日本人は同じ日本人に対してでなければ本当の恋を感じることができないのではあるまいか。私はだんだんそんな風に考えていたのでございます。そこへちょうど私の椅子が競売に出たのであります。今度はひょっとすると日本人に買い取られるかもしれない、そして日本人の家庭に置かれるかもしれない。それが私の新しい希望でございました。私はともかくももう少し椅子の中の生活を続けてみることにいたしました。道具屋の店先で 2,3 日の間非常に苦しい思いをしましたが、でも競売が始まると幸せなことには私の椅子は早速買い手がつきました。古くなっても十分人目を引くほど立派な椅子だったからでございましょう。買い手は Y 氏からほど遠からぬ大都会に住んでいたある管理でありました。道具屋の店先からその人の屋敷まで何里かの道を非常に振動の激しいトラックで運ばれた時には、私は椅子の中で死ぬほどの苦しみをなめましたが、でもそんなことは買い手が私の望み通り日本人であったという喜びに比べては物の数でもございません。買い手のお役人はかなり立派な屋敷の持ち主で、私の椅子はそこの洋館の広い書斎に置かれましたが、私にとって非常に満足であったことには、その書斎は主人よりはむしろその家の若く美しい婦人が使用されるものだったのでございます。それ以来約1ヶ月の間、私は絶えず婦人と共におりました。婦人の食事と就寝の時間を除いては、婦人のしなやかな体はいつも私の上にありました。それというのが、婦人はその間書斎に詰め切ってある著作に没頭していられたからでございます。私がどんなに彼女を愛したか、それはここに改めて申し上げるまでもありますまい。彼女は私の初めて接した日本人で、しかも十分美しい肉体の持ち主でありました。私はそこに初めて本当の恋を感じました。それに比べてはホテルでの数多い経験などは決して恋と名付くべきものではございません。その証拠にはこれまで一度もそんなことを感じなかったのに、その婦人に対してだけ私はただ秘密の愛を楽しむのみでは飽き足らず、どうかして私の存在を知らせようといろいろ苦心したのでも明らかでございましょう。私はできるならば婦人の方でも椅子の中の私を意識して欲しかったのでございます。そして虫のいい話ですが、私を愛してもらいたく思ったのでございます。でもそれをどうして合図いたしましょう。もしそこに人間が隠れているということをあからさまに知らせたなら、彼女はきっと驚きのあまり主人や召使いたちにそのことを告げるに相違ありません。それでは全てがダメになってしまうばかりか、私は恐ろしい罪名を着て法律上の刑罰をさえ受けなければなりません。そこで私はせめて夫人に私の椅子をこの上にも居心地よく感じさせ、それに愛着を起こさせようと努めました。芸術家である彼女はきっと常人以上の微妙な感覚を備えているに相違ありません。もしも彼女が私の椅子に命を感じてくれたなら、ただの物質としてではなく一つの生き物として愛着を覚えてくれたなら、それだけでも私は十分満足なのでございます。私は彼女が私の上に身を投げた時にはできるだけふわりと優しく受け取るように心がけました。彼女が私の上で疲れた自分には
分からぬほどにそろそろと膝を動かして彼女の体の位置を変えるようにいたしました。そして彼女がうとうとと居眠りを始めるような場合には、私はごくごくかすかに膝を揺すって洋蘭の役目を務めたことでございます。その心やりが報いられたのか、それとも単に私の気の迷いか、近頃では夫人はなんとなく私の椅子を愛しているように思われます。彼女はちょうど赤ん坊が母親の懐に抱かれる時のような、または乙女が恋人の抱擁に応じる時のような甘い優しさを持って私の椅子に身を沈めます。そして私の膝の上で体を動かす様子までもがさも懐かしげに見えるのでございます。かようにして私の情熱は日々に激しく燃えていくのでした。そしてついには、ああ奥様、ついには私は身の程もわきまえぬ大それた願いを抱くようになったのでございます。たった一目私の恋人の顔を見て、そして言葉を交わすことができたなら、そのまま死んでもいいとまで私は思い詰めたのでございます。奥様、あなたは無論とっくにお悟りでございましょう。その私の恋人と申しますのは、あまりの失礼をお許しくださいませ、実はあなたなのでございます。あなたのご主人があの Y 氏の道具店で私の椅子をお買い取りになって以来、私はあなたに及ばぬ恋を捧げていた哀れな男でございます。奥様、一生のお願いでございます。たった一度私にお会いくださるわけにはいかぬでございましょうか。そして一言でもこの哀れな醜い男に慰めのお言葉をおかけくださるわけにはいかぬでございましょうか。私は決してそれ以上を望むものではありません。そんなことを望むにはあまりに醜く汚れ果てた私でございます。どうぞどうぞ、世にも不幸な男の切なる願いをお聞き届けくださいませ。私は昨夜この手紙を書くためにお屋敷を抜け出しました。面と向かって奥様にこんなことをお願いするのは非常に危険でもあり、かつ私にはできないことでございます。そして今あなたがこの手紙をお読みなさる時分には、私は心配のために青い顔をしてお屋敷の周りをうろつき回っております。もしこの世にもぶしつけなお願いをお聞き届けくださいますなら、どうか書斎の窓のなでしこの鉢植えにあなたのハンカチをおかけくださいまし。それを合図に私は何気なき一人の訪問者としてお屋敷の玄関を訪れるでございましょう。そしてこの不思議な手紙はある熱烈な祈りの言葉を持って結ばれていた。よしこは手紙の中ほどまで読んだとき、すでに恐ろしい予感のために真っ青になってしまった。そして無意識に立ち上がると、気味悪い肘掛け椅子の置かれた書斎から逃げ出して、二本立ての今の方へ来ていた。手紙の後の方は、いっそ読まないで破り捨ててしまおうかと思ったけれど、どうやら気がかりなままに、今の小机の上でともかくも呼び続けた。彼女の予感はやっぱり当たっていた。これはまあ、なんという恐ろしい事実であろう。彼女が毎日腰掛けていたあの肘掛け椅子の中には見も知らぬ一人の男が入っていたのであるか。おお、気味の悪い。彼女は背中から冷水を浴びせられたような悪感を覚えた。そしていつまでたっても不思議な身震いが止まなかった。彼女はあまりのことにぼんやりしてしまって、これをどう処置すべきかまるで見当がつかぬのであった。椅子を調べてみる。どうしてどうしてそんな気味の悪いことができるものか。そこにはもう人間がいなかったとしても、食べ物その他の彼に付属した汚いものがまだ残されているに違いないのだ。奥様、お手紙でございます。はっとして振り向くと、それは一人の女中が今届いたらしい封書を持ってきたのだった。よしこは無意識にそれを受け取って開封しようとしたが、ふとその上書きを見ると、彼女は思わずその手紙を取り落としたほどもひどい驚きに打たれた。そこにはさっきの不気味な手紙と寸分たがわぬ筆癖を持って
彼女の名当てが書かれてあったのだ。彼女は長い間それを開封しようかしまいかと迷っていたが、とうとう最後にそれを破ってビクビクしながら中身を読んでいった。手紙はごく短いものであったけれど、そこには彼女をもう一度ハッとさせたような珍妙な文言が記されていた。突然お手紙を差し上げますぶしつけを幾重にもお許しくださいまし。私は日頃先生のお作を愛読しているものでございます。別府お送りいたしましたのは私の拙い創作でございます。ご一覧の上ご批評がいただけますればこの上の幸いはございません。ある理由のために原稿の方はこの手紙を書きます前に投函いたしましたから、すでにご覧済みかと拝察いたします。いかがでございましたでしょうか。もし切削がいくらかでも先生に感銘を与え得たとしますれば、こんな嬉しいことはないのでございますが、原稿にはわざと省いておきましたが、表題は人間椅子とつけたい考えでございます。では失礼を顧みずお願いまで。そうそう。